みんな歌がうまいのですか？豊昇龍関。何をよく歌われますか？うまい人だけが表出てます。得意な歌は？うまい人だけ出てる。うまい人、上手な人が得意な。じゃあ得意な歌は？モンゴルの歌、はい、下手すぎてカラオケ行かないです。か行かないです。歌えるように行かないです。歌えますか？本当に上手な人がお手です。そうです。まあ、ちょっとまあ、体を聞いて、体調不良であるし。まあ、でもある程度の上手な人が多いと思いますし、まあ、自分はそんなに上手じゃないですけど、演歌とかポップスとか民謡とか、あとは自分はポップスの方が多いと思います。ポップスが一曲歌いましょう。じゃあ、まあまあ、そうですね。たまに演歌とか、何でも歌えます。じゃあ続いて第3問目です、今後の目標は何ですか？これからまあ目指すような。はい、てっぺんです。まだまだ上があるので、ほとんど上を目指して、しっかりと進んでいきたいと思います。そうですね、まあ、もう目指す場所は一緒だと思うので、まあ、本当に、まあ、2人で負けないように、もうもともと、やっていくので、ライブを頑張っていきたいと思います。頑張ってください。続いて第4問ですね。お相撲さんといえばちゃんこですが、本当にいつも食べてますか？ちゃんこはそうですね。お相撲さんと稽古終わった後に絶対に食べるものなので、毎日食ってます。豊昇龍関はじゃあ日本の食べ物は全部食べれますか？何か苦手なやつ。自分は多分お相撲さんの中で、一番好き嫌いが多いと思います。好きなちゃんこの味はどういう味が好きですか？担当なとこ出ました。続いて琴ノ若、琴ノ若関。全部食べてますか？ちゃんこ。はい、いけないです。ないですか？味噌味、醤油味、塩味になっちゃうと。水炊きとか。水炊きチリとか。はい。おつまみとか。何でも食べます。行ってる場所なんで楽しみです。全部。高野城関は。おにぎり。おにぎりってやつ。おにぎり。そうだけど、まあ、味は。カレー味とかトマト味とかもあるんですけど、本当にいろんなデパートに作ってくださるので、まあ、本当に毎日食べれるし、まあ、本当に栄養もだいぶ取れるので、いい部屋のちゃんが美味しいです。ちなみに明日はおにぎり食ってたんですけど。続いて第5問目です。稽古で一番つらいこと、つらい練習は何ですか？稽古でつらい、一番つらい使い切るんですか？全部稽古は使いですね。そりゃそうです。言葉ができる、まあしっかりやれば楽なことはないと思います。まあ全部間違いないと思います。今日はいい稽古ができました。はい、高野翔関稽古します。そりゃそうです。高野翔本当にまあ一番少ないのは分かりにくいから本当に仕事が全部一番得意なんですね。これちなみに何番くらい行けますか？これでも今日して今日もしてないですか？ちょっと頑張って頑張ってください。じゃあ続いて第6問目参ります。ライバルはいますか？ライバルいます。誰でしょうか？秘密です。言葉ができない、まあ自分自身じゃないでしょうか。素晴らしいです。高野翔関、ライバルは？ライバルはまあ、組織委員会だったり、まあ、少し近い位置が、もうライバル視してます。本当に言えば、みんなライバルじゃないですか。はい、まあ、どうも。そうです。まあ、みんなライバル。みんなですか。はい、ライバルはみんなですね。はい、わかりました。やってみたい競技はありますか？相撲以外でやってみたい競技、スポーツですかね。特にないですね。ボクシング、相撲やる目にいろいろやったんで、だから特に入れました。琴ノ若関はいや生まれた頃から土俵があったんで思いつかない。感動がもうその相撲の関係です。相撲以外の師匠に一回ね、サッカー選手になると言ってたんですけど、まあ無理な話なんですけど普通に相撲に出演をしたああはい、そうですね。高野翔関はそうです。まあなんだろう、球技系、はい、やることが得意なんですか？もともと得意なの？野球とかサッカー。でも本当にバレーボールとかやられたんですか？やられたんですか？そうそう、家族でチームでやったりしてたので、さすがに僕はしないんで守るだけで。今は相撲に終始。そうですね。続いて第8問目。小さな頃の夢、小さい時の夢は何だったんでしょうか？もちろんお相撲さんになるって思ってなかったんですか？オリンピックで優勝したいな、それが夢だったけど、オリンピックで優勝したいな。さっきも言ったんですけど、どうやってもその環境から逃げられない。そりゃそうですね。多分洗剤もらい方とかにめちゃくちゃ怒られます。生まれた頃からもう相撲取りのようなすごい感じで、無理です。琴櫻、横綱、お父さんの言葉、そうですね、逃げ場ない。そうですね、大変だったと思います。あ、お将棋ですよね。そうですね、おじさんと経験されたんですね、小さな頃ですから。やっぱり関取になるのが夢でしたし、とてももっと上を夢に叶えられるように頑張ってください。どうもありがとうございました。三席取りに拍手をお願いいたします。ありがとうございました。